はい、どうも、ルールカです。前回の追加やっていきまーす。進化融合すごいですね。気力150が上限だったのが200に、あ、50プラスされて、SP も50プラスされて、攻撃力全武装2000追加。ものすごい強くなりました。これもこのままずっとこれでいけるんですかね。やばいな。これが何も使ってない時の攻撃力か。弾が2、支援で2万。もうこうなっちゃえばアンギロエンも怖くない。おお、思ったより。すげえ使いにくいマップ兵器だな。で君たちもおしまいだ。
で君たちもおしまいだ。プラズマギミック祭り。あのアンゲロイが紙のようだ。まるでボロ切れを切るかのように、すごい切れ味だ。避けられてるし、もう最低。大体一撃だ、こういうやつ戦う時以外。あれ、こいつ金すげえ持ってたっけ。8000か。
つで一番弱い武器なのに。お、ハロ手に入れた。あ、ホワイトか。よっしゃ。インのスーパーイナズマキックそして勇気のスーパーイナズマキックは21ショータイム残ってるのか。右下が手薄だから行くしかないな。動かないな。
シフスだと思ってたけど全然余裕だったな。気のせいだった。フィンファンネルで一撃ってすごいな。シングルアタックつけてるから。よし、こっちも片付いた。わけわかんないバスターウィームはどういう動きできるか確認してから倒す。撃墜数稼ぎてえからな。全然届かねえ。これこんな感じだったら移動後攻撃にしてほしいよマジで。で君たちもおしまいだ。
さグロイさ。倒せると見た。避けられた。嘘。なんで。これはちょっと想定が変だ。倒しちゃうとこだったか。ああ、まだ一体残ってた。Thank you.
よし。お、ビルダーク。その時が来たようですね。じゃねえよ。本当に。消えてる。UCW の GA デルベーダー AG ね、なるほどね。AG っていうのはオール GA デルってことね。 GA ベイベルってわけにゃ。勝手に代表名乗らないでもらおう。Okay.
難しいな。シュラとか。なるほど、これで分岐するのか。インターミッション入る前に分岐するなんてずるいね。
アルティメットバトル。はい、というわけで第56話覚醒終了いたしました。もうすでにこれで分岐になっちゃってるんで、一個前の、コンティニューのとこから、呼び出したものをもう一回進めて、絶望しかないルートの方もちょっとセーブしといて、ここの次、57話、正規ルート行って、希望は残っているルートやって、絶望しかないルートやって、58話行くっていう形で行こうかなと思います。はい。次回は57話、希望が残っているルート。はい。次回もどうぞよろしくお願いします。では、バイバイ。